藤サンタです。おいで。ガンダルフの庭の伊藤サンタです。今日はガンダルフの庭の名前の由来についてお話ししたいと思います。この土地は僕の父親が脱サラをして、購入して、農業を始めたんですが、父親が体調不良で、20年間ほど放置して自然に帰ってしまった土地です。その頃まだ僕は学生だったんですけど、一緒にここに来て農作業をする機会もあったんです。その時に白くて大きなノウサギに、出くわすことがありました。とても知的な感じのするノウサギで、ロード・オブ・ザ・リングに出てくる魔法使いのガンダルフのイメージと重なるものがあったので、そのウサギにガンダルフという名前をつけて、崇めて、いるわけで、この土地の主として、いてほしいなと思ったんですが、最近は会えることもほとんどなくなりました。また、ガンダルフがひょっこり顔を出してくれるように、手入れをしたいなと思っています。皆さんもぜひ。